今一人の男として恋願う。この国の、いやこの大陸の民の未来のために、共に歩み、共に戦い、共に老いてくれ。それこそがこの契約の本質だ。あなたの心が真の王道を歩むのなら、誓おう。いやはや、おめでたい。尊きお方を得た王の御世はますます安泰なものとなるでしょう。では陛下、早速初夜の儀式の準備を整えさせましょう。監察官の役割は私がいたしますので、ご心配なく。監察官？儀式が滞りなく行われたか見届けるものですよ。それは助かる。お前が見届けてくれるのなら心強い。
彼女を無事宿舎まで送り届けろ。で、これは何ですか？我が花嫁が乱れる姿を他の男の目に触れさせたくない。わかりました。ですが当屋様、先ほどから妃殿下の可愛らしいお声が聞こえないようですが、ちゃんと愛撫はして差し上げましたか？もちろんだ。今はまだ緊張しているのだろう。すまない。とりあえず形から入ろう。そうね。雰囲気が大事よね。よし、動くぞ。なあ、お前の仲は最高だ。真面目にやれ。バレるではないか。ごめん。私も頑張るわ。ああ。そんな喘ぎ方があるか。仕方ないじゃない。経験ないんだから。今はどのような具合ですか？なかなかいい具合だ。彼女は乙女でした？ああ乙女だった。恐れながら。なんだ。初めての女性を相手にそのように激しくされては。もう分かったから黙っていてくれ。お前の声ばかり聞いていては出すものも出せない。それは困りましたね。
秘殿下が良い声を出されるように手伝って差し上げましょうか。ああ、結構よ。今すごくいい感じなの。お前、喘ぎが下手すぎだぞ。しょうがないじゃない。仕方ない。お前が演技ができるように触るだけだから今は耐えてくれ。ありがとう。もっと大きな声で。ここが好きなのか。いい声だな。この調子ならあいつも騙せるだろう。本当？ああ、思わず。これは演技だ。演技、演技。もうやだやだ、やめて。
俺の妃。これでお前は乙女を散らしたことにする。ありがとう。約束守ってくれたから。当然だ。俺は少しも全く。横島の気持ちは抱かなかったぞ。そこまで強調しなくても分かってるわよ。私は色気がある女じゃないし。終わりましたか？ああ、終わった。今そちらに行くから待っていろ。観察ご苦労だったな。素晴らしかったでしょ。そうね。たっぷり中に注いでもらいましたか。ええ、それはよかった。ああ、妃殿下のお声もなかなかにそそられるものでしたよ。人妻に、しかも王妃に化そうか。失礼しました。陛下がご立派に成長されたと知って嬉しくなってしまいました。王子のご誕生が今から楽しみです。Thank you.
東野様、私は今から明日の準備に取り掛かります。明日は何もなかった気がするが。何をおっしゃいます。ご婚姻を祝した宴を催す必要があるでしょう。貴殿下のお姿も皆にお披露目しなければ。あとは妃は乙女を失ったばかりで心身ともに疲弊している。そんな状態で嫌みったらしいジジイどもが闊歩する宴に出させては体調を崩しかねない。しばらくはゆっくりと過ごしてもらい、ここの生活に馴染んでほしいと思っている。ですが無理をさせた結果、妃が病気にでもなって子が産めなくなったらどうする。かしこまりました。御心のままにいたしましょう。すまないが、先に寝ていてくれないか。どうして？もう遅いのだし、今夜は早くに寝て明日の朝に契約の話をしましょうよ。まだ説明されていない部分が多いでしょ。話はする。だから心配せずに寝てくれ。あなたはどこに行くの？散歩だ。少し夜風に当たってくる。もしかして私と同じ寝台が嫌とか？それなら私は床でも構わないわよ。そういう話ではない。じゃあどういう話よ？